NASA の探査機インサイトが火星で地震を観測。2月24日に発表された論文を各種メディアがこぞって報道しました。しかし、なぜ火星で地震が観測されたことが科学的にそんな重要なのか、どのメディアでもきちんと解説されていなかったので、専門家の視点でこのニュースの裏側を解説したいと思います。そもそも、インサイトの総経費は約800万ドル、日本円でおよそ900億円もかかっています。そこまで巨額のお金をかける価値のあるミッションだったのでしょうか。実は、インサイトの目的は、火星に生命が居住できるかという議論に密接に関わるのです。生命が生きるためには適切な温度が必要です。地球の場合は様々な温室効果ガスのおかげで地表面が最適な温度に保たれています。その中で最も重要な役割を担っているのが二酸化炭素です。近年の地球温暖化問題によって皆さん何かと二酸化炭素には悪いイメージがあるかもしれませんが、二酸化炭素が全くないと地球全体が凍結してしまい、生命が存在することはできません。大気中の二酸化炭素は岩石との反応によって惑星内部に継続的に吸収されていきますので、どこからか二酸化炭素を大気に供給しないといけません。その役割を担っているのが火山です。生命が惑星上で生存するためには、火山から安定的に二酸化炭素が放出されることが一つの重要な条件なのです。火山が存在するということは、惑星内部がまだ熱く、マグマも流動していて、地震も起きることを意味しています。このことは、まさに惑星が生きていることを示しているのです。一般的に、惑星は形成した当初は熱い状態で、徐々に冷えていきます。地球のような大きい惑星ほど冷えるのは遅く、一方、火星のような小さい惑星ほど冷えるのが早くなります。火星に生命が住めるのか、あるいは過去に住んでいたのかを考える上で、問題となるのが、現在の火星は地質学的に生きているのか、死んでいるのかという疑問です。これまでの探査からは、火星で核火山は見つかっていません。しかし、今までの探査機は、すべて火星の表面しか観測していませんでした。そのため、火星の内部はまだ暖かく、地下では地質的な活動が続いているという可能性が残されていたのです。インサイトの目的は地震計と熱流量計によって火星内部の活動を捉えることで、火星がまだ生きているのか死んでいるのかという疑問に答えを出すことにあったのです。実は火星での地震観測の試みは今回が初めてではありません。今からおよそ40年以上前の1975年に NASA の探査機ワイキングに地震計が搭載され、地震波の検出が試みられました。この時は地震計が探査機本体に搭載されていました。しかし火星では強い風が吹いているため、風によって探査機が揺れてしまい、確実に地震だと断定できるシグナルを検出することができませんでした。その教訓を踏まえ、インサイトでは風による振動対策を施して高感度の地震計を直接地面に設置する方法にしました。ただ地震計の開発は難航し、当初の予定よりも打ち上げが2年延期されるという事態も起きました。火星についてからも観測は困難を極めました。振動対策を施したとはいえ、風の影響を厳密に取り除くのは難しく、火星で強風が吹く昼と夜の時間帯は観測が難しかったようです。しかし夕方頃になると風がちょうど吹き止む時間帯があり、その時に確実に地震だと考えられる振動を検出できたとのことです。それでも観測データを査読者に納得させるのはなかなか大変だったようで、初めて地震を検出したことを公式にプレスリリースしてからおよそ1年近くかかってようやく論文が出版されました。この論文で報告された地震は174回で、そのほとんどは小さい地震ですが、マグニチュード4に達するものもあったということです。ただいくつかのイベントについては隕石の衝突や他の原因不明の振動も含まれているとのことで、今後さらに解析が行われるでしょう。現在も火星で地震が起こるということは、火星内部は地質学的にまだ生きていることが示されました。これこそがインサイトが解決しようとした疑問への答えであり、900億円費やした価値が十分にあったと言えるのではないでしょうか。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。また内容についてご意見がある方はコメントでご指摘いただけると幸いです。よろしくお願いします。